今日は2月18日の午後3時前ぐらいです。今日は、ダンバタの畑にどれぐらい芽が出てるかのチェックと、前出てくださった山内所長と一緒に芽出し作業を、しようと思います。今日はちょっと下から上の畑に上がってみようと思います。じゃあちょっと行ってみましょう。はい、到着しました。上まで。じゃあこれからちょっとどうなってるか見に降りたいと思います。おお、めっちゃ出てますすごい、すごい。わかりますかね。全然なかったのがいっぱい。こうだいたい一畝にこう1、2、3、4つずつぐらい植えたので、4個出たらいいんですけど、だいたい3個ぐらいは出てますね。おお。いっぱい生えてます。あ、つなります。すみません。いえ。ありがとうございます。めっちゃいっぱい。出てるでしょ。出てますね。これ横っちょができたんですよ。ああ、ここから。そう、なんか横っちょが今回多いんですよ。いや、なんか知らんけど。それは多分種芋をちゃんと植えれてないっていうことですね。グッと引く。グッと引っ掛けて。引っ張って。引っ張って。見えんすかね。こういう感じですか。うん。あ、ん？俺？これですか。あ、ん？ほら。石と間違える時はよくあるんですよ。いませんでしたいませんでした。なんかここにありそうです。ここって残ってるの。開けてみていいですか。いいって言われてないけど、うん、おお。とグッと、そう、あれで引っ掛けてグーって引っ張って、うん、あ、これで、うん、そう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 、ほうほうほう、そう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 、こんな感じで、うん、もうちょっとですか。うん、それぐらい、そんぐらいで、おお。そしたら、うんうん、あのもう焼けんので、あ、マルチが結局こうかぶっとったら、うんうん、今度伸びてきたら、うんうん、これの熱でこいつが焼けるんで、はい、あー、葉っぱがでいいよ。じゃあやってみますか。こ真ん中生かす方を押さえて、うん、こっちを、あ、え結構長いんですよ多分。どうしよう。見て、あ、あ、取れた。おお、あ、なるほど。こっちが生きてくるんで。こっちが大きくなる。うん、おお。置いとこ。2月22日の、午前10時ごろです。また生えてるかどうかチェックしたいと思います。じゃあどうぞ。ほっこりしてるので開けてみようと思います。よいしょ。あ、おお。当てれるようになりました。結構たくさんこう育ってますね。こっちの方が